はい、こんにちは、タカラです。大変申し訳ないんですけども、少し体調の方が悪くてですね、動画の方を休もうかと思ったんですけども、そばの方もよく動いてますんで、サクッと軽くそばの方を少し触れていきたいと思います。今日は動画の方がもうこれ一本になるかと思います。夜金曜日ですんで、ライブの方もいつもやっているんですけども、こちらも少し難しいかと思います。よろしくお願いします。ということで、こちらがドルインデックス、1時間足に冷え消化されています。ドルですけども、結局まだレンジそばじゃないですかね。昨日もドルよく動いてましたけども、動きとしては結局レンジの下から上まで買いが入っているに過ぎない状況で、まだ、大きなトレンドが生まれているという状況ではないように思います。ただまあ強い上昇トレンドはありましたんでね、やっぱこう買い場を探りたいというのはあったんですけども、まあ今の現在地ですよね、これが少し難しいところ。この位置からドルを買っていくというのはちょっと難しいんじゃないかなと思います。ではすぐにこう売りを見ていくのかと、こう上がったり下がったり、まあ最近激しいですからね、まあこういった売り入ってくるかもしれませんけども、自分はいつも思うことなんですけども、やっぱりこう流れが止まったらまずは調整みたいですよね。高値圏での攻防というのを意識したいところです。ということで、今日に関してはこの高値圏での攻防、この結果というのをまずは見ていくことになるかなと思うんですけども、ただ今日は週末でもありますんでね、もしかしたら一つ、大きな動きは出てくるかも。この大きな動きというところに注目をしていくんであれば、まあ高値ブレイクということになってくるんじゃないかなと思います。ですから、まあ例えばこうドルをショートで見ていく、何も悪いと思いませんけどね、ただ高値ブレイクした動きに対して、まあズルズルいってしまったら少し怖さはあります。上昇トレンドもしっかり続いてますからね、一回下を試してダメだった形がここで見えてるわけで、その結果上の方に抜けてしまうというのはよくある話ですんで、ショートしていくのは問題ないと思いますけども、抜けた時にどうするか、ここはしっかり考えないといけないと思いますね。現在地はレンジの高値圏です。ドル買いは慎重に、ドル売りに関してはいいと思いますけども、抜けの動きに要注意ということになっておきそうですね。はい、変わりまして、こちらが円指数になります。1時間足に冷やしを重ねています。この円に関しても僕はレンジ相場をずっと見ていました。現在はこのレンジの下限での攻防を見ていたわけですけども、昨日の相場、安手圏に張り付いてるんですけども、これ何も決着まだついてないんですよね。こう弱いんであればブレイクしてほしかったところなんですけども、そういった動きにはまだなってはいません。まあ、つまり円って動いてないんですよね。これも円売り、下の方に抜けてくればこれは大きなトレンドにもなってきそうで、十分注意したいところなんですけども、まだ抜けてないんですよね。まあ、ここをレンジと見ていくんなら下限ですからね、そんなにこう居心地のいい場所ではないと思いますんで、今日金曜日ですからね、下の方に抜けないんであれば、まあ多少こうリバウンドする場面もあるかもしれません。ただまあ今週の円っていうのはずっとこの安値圏での攻防になってしまってますからね、もしかしたら決着の方はつかないかもしれません。ただ現状まだ僕は割れていないですからね、やっぱり見ていきたいのはレンジ相場。するとまあレンジの今は下限にいるわけですから、円を売っていくというのは少しやりにくい場所になります。僕ならまあこのブレイクに注意しながらも、まずは円買いですかね。まあ大きなトレンドを見てるわけではないですけども、レンジの中の動き、レンジの下から上までぐらいですかね、この円買いの流れにまあしっかり備えていくということになってくるんじゃないかなと思います。はい、変わりまして、こちらが通貨の強弱チャートになります。昨日ですけども、とてもこうドルが強かったわけですけども、ただ冒頭でも触れましたけども、このドルの動きに関してはまだレンジ内の動き、レンジの下から買いが入ったに過ぎないかなと思います。ただ他の通貨にはやっぱり影響あると思うんですよね。やっぱりこうドルに買いが入ってくれば、まあ売りが出てきやすいというのはあるかと思いますけども、まあ、そんな中でも特にユーロですね、これ一昨日になりますけども、かなり強い買いが入ってました。まあ、昨日も買われていればこれはユーロということになってはくるんですけども、ただ昨日ユーロ売り入ってしまったんですね。こうなるとまあユーロもまあ値動きなくなってしまいます。方向がなくなってしまいますからね、このドルに流れが出てくるまではこのユーロも動きは出にくい環境になってしまったかなと。これ同じことがポンドにも言えますね。そしてまあ5ドルにも言えるわけですけども、この5ドルはまあ今週先週とずっと売りが入ってたんですよね。かなり弱い流れが出ています。ただまあ最近は少し流れが止まってますからね、調整局面。ですから今まで散々売りが出てきたこの5ドル、これがまあ一旦流れが止まっているという環境になっていますので、まあ、もしこのドルに売りが入ってくる流れ、今ドルはレンジ高値圏でしたからね、ドルにこう売りが入ってくる流れが出てくるなら、この5ドル、まあ、若干の買い戻しなんか出てくるかもですね。まあ、今日は金曜日になりますね。こういったポジション調整という動きは出てきやすい環境はあるかと思います。今までのトレンドに対して、まあ、流れが止まっているという環境がありますから、まあ、多少のこう逆転の動きですかね、そういった動きにしっかり備えていくというのは大事になってくるんじゃないかなと思います。ただこれあくまでドルに売りが入ったらの場合で、ドルはレンジの高値圏抜けてくれば、これはもう景色変わります。環境が変わりますんで、そこは十分注意ですね。
はい、変わりましてこちらがドル円の1時間足、冷やしを重ねています。今の相場、ドルも調整局面、円も調整局面という感じがしますんで、そうなるとドル円も調整局面かなと。現状はレンジの高値圏での攻防になっていますけども、そもそもトレンドの今は高値圏なんですよね。つまり今のこのレンジというのは高値圏での攻防になっているわけですけども、チャートは崩れていないですからね。崩れていない以上は僕はまずはこの高値更新を意識して見ていきたいところです。ただ今の現在地ですよね、買い場を探りたいわけですけども、レンジの高値圏です。買っていくのは少しこう慎重になる場所になりますね。さらに今日は金曜日、調整の利なんかも考えていくと、ちょっと手は出しにくい場所かなと。週足なんかを見ても強い流れは出てますからね、来週にも十分つながりそうな環境にはなってはいますけども、ロングをしていくにはちょっと場所が悪いかなと思います。押しなんかが入ってくると話は変わってきますけども、この辺りでフラフラしている値動き、これが続く間はちょっとやれることは少ないかもしれません。ブレイクしてくれば流れは出てきそうなんですけども、現状そういった決着というのはまだついてないように思います。ということは高値圏ですからね、ロングは注意はしたいですね。はい、変わりましてこちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。これも下落トレンド、冷やし環境だと見えているわけですけども、今調整の戻りが入っているわけですね。戻りの高値、この辺りまだ抜けていないわけですから、今の戻りはあくまで調整の戻り、ただ今週ずっとユーロ強かったですからね、この戻り見ていくの面白かったと思うんですけども、昨日比較的大きな売りが入ってしまいました。僕はこの小さなレンジからの高値ブレイクを見てましたんでね、ブレイクしてくるんならこの直近の高値、この辺りまでの上昇はこれ面白いんじゃないかなと思ってはいたわけですけども、昨日夜売り入ってしまったんですよね。これブレイクしてますからね、そうするとショートが苦しい状況があったかと思います。このショートが苦しい状況がこの高値更新の原動力になってくるわけですけども、これだけ強い押しが入ってしまうとそのショートを逃がしてしまいます。高値で買ってくれる人がいなくなってしまうんですよね。そうすると一気にこう上値が重くなってしまいます。結果何が見えてくるかというと、またこのレンジが見えてきたんではないかなと。つまり言って声で潰されたということですね。ですから見ていくのはこのレンジの継続になってしまうかなとは思います。ただこれだけをもってこうユーロの強さがダメということにはならないと思いますけどね。ただ現在地がレンジを見ていくんなら高値圏ですから、買っていくにしても買っていく場所ですよね。これは注意が必要だと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。直近の高値、綺麗にブレイクしてきていますけども、昨日高値更新僕はこれ期待していたんですけどね、高値更新しなかったです。円もユーロもそんなにこう動きがなかったですね。ですけども流れとしても完全に上の方にブレイクしてきてますんで、変わらず高値更新は見ていこうかなと。僕は注意しているのは強い押しなんですね。これユーロドルでも言いましたけども、強い押しが入ってしまったら現状ショート勢がすごく苦しい環境があるかと思います。だからこそこの高値更新を期待できるわけですけども、こういった強い押しが入ってしまったらショート勢逃がしてしまいますんで、いわゆるこう高値で買ってくれる人というのがね、いなくなってしまいます。そうなるとどんどんこう上値が重くなってしまいますから、昨日のこの程度の押しであれば大した押しではないと思いますので、まだまだこう買っていく状況というのはあるかと思いますけども、継続した売り、こういった流れが出てきてしまうと、これはどんどん上値が重くなってしまうかもしれませんね。僕はまだロング目線で見たいと思いますし、高値更新なんかも全然期待もしたいとは思いますけどもね、安値を更新するような動きというのがもし見えてくると、少しそこは気をつけたいところですね。ただ、僕はまだショートを見たいとは思わないですね。現状高値圏で値が止まってますから、足場を作ってるだけですからね、このまま高値を抜けていく動きは十分期待できるかと思います。ただ深い押しには要注意ですね。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。ドルすごく昨日強かったですけどね、ただ直近のやつでまだ枠で割り込んでないんですね。割っていればこれ全然話変わってくるんですけども、結局はまだサポートされた状況です。ドルの強さを見ていくにしてもこの位置ですからね、少し打っていくにはやりにくい位置ですよね。では買っていくのかと。ただ昨日相当ドル強かったですからね、この状況で買うんですかということにもなってしまいます。売っていくにはすごく売りにくい位置、買っていくには昨日の売りが強かったということで、少しやりにくさはあるかもしれません。ギリギリのところというところで、一回買ってみるというのも面白いと思いますけども、ただこういった抵抗体というのはちょっと抜けるみたいな動きはありますんでね、買っていくんならこういった値動きにね、しっかりこう対処していくことになるかと思います。ちょっと僕はやりにくいなと思ってしまいますね。弱いんであればブレイクしてほしかったところですけども、結局ブレイクしてないですからね、こういった難しい環境は今日も継続して見ていくことになりそうです。あまりこの上下の動きに振らされないようなポジションを意識したいところですけども、ちょっと難しそうですよね。
はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。冷やし上昇トレンドを見ているわけですけども、このあたり、僕はもうひとまとめにして調整レンジと見ていけばいいのかなというふうに思うんですけども、どうですかね。まあ、するとこの今の現在地、まあ、これレンジの高値圏、調整局面の高値圏なのかなというふうに思うんです。そしてまあ今のこのポンドですね、まあ、先週までこのポンドかなり強かったんですけども、今週逆にかなり上値が重いんですよね。まあ、さらには今週の火曜日の動きですかね、この高値を試してダメだったといった形、こういった流れもありますんで、まあ、この上を試してダメなら、下を試すというのはよくある話です。まだこうチャートの方が崩れてるとかね、まあ、そういったわけではないですから、こう大きな崩れを期待してるわけではないんですけども、まあ、今このレンジが見えてますからね、一旦はこのレンジの上から下までぐらいのこの売りの流れぐらいは見てもいいのかなというふうには思いますけどもね。まあ、それと売り目線ということになってくるんですかね。終値ベースで見ていけば昨日の日足安値を更新してきましたんで、まあ、これを見ても上値の重さは見えてはいます。波の反転にもそれなりにまあ時間の方もかかりますけども、それなりのまあ時間というのも経ってますんで、今日に関してはこの日足の安値更新見ていくのが面白いのかなと。ただまあ164円、このあたりが抵抗になっていますけども、これ抜けてくると随分これ景色変わってきますんで、まあ、売っていくんならこういった値動きに十分注意しながらということになってくるんじゃないかなと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷え性を重ねています。この5ドルもまあ相当強い売りの流れがあったわけですけども、ただ今週に関しては安値更新してないんですね。ただこうリバウンドなんかも入ってるわけではないです。売り買いの攻防がもうずっと続いているわけですけども、ただこの大きな売りの流れに対しての調整局面見ていくにも、このレンジだと僕は幅としてはすごく狭いと思うんですよね。まあ、調整見ていくならもうワンセットぐらいこう大きな調整みたいところですから、まあ、それを思うとこの今のサポートからは少しリバウンドなんかはあってもいいのかなと。そうするとまあ例えば昨日の高値とかね、こういったところは抜けても特に驚きはないのかなというふうに思うんですけども、ただまあ抜けたからといってこう大きなトレンドが出てくるわけではないかなと思います。一方でこの下のサポート、これ割り込んでしまったらもう全然景色変わりますよね。下落トレンドが見えてしまいますんで、仮にまあこれロング見ていく、まあ面白いと思うんですけども、割り込んでしまったらこれ引っ張っちゃダメだと思います。まあ、今の現在地、貯金の安値ということで、まあ、居心地の良い場所ではないですよね。今日金曜日ですんで、まあ、上がるにしても下がるにしても一つの決着にはなってくるかなと。ボラには期待できるかと思いますけども、これどっちも全然可能性ありますんでね、思い込みは十分注意ですね。はい、変わりましてこちらが5ドル円、1時間足に冷え性を重ねています。これもまあ抵抗にまあぶつかった環境ですかね、下落のトレンドが見えていて戻りが入っているわけですけども、まあ、過去のサポートラインにぶつかって流れが止まってます。このあたりを調整レンジと見ていけば、まあ、レンジの高値でもありますから、まあ、抜けてくればこれも話変わってきますけども、抜けなければやっぱりこうレンジの上から下まで、売りの流れを見ていくような状況かとは思います。ただもう一つ大きな環境なんかを見ていくと、5ドル円ってね、まあ、こういった大きなレンジの中の動きなんですよね。ですからここ最近ちょっと動きがないような状況なんです。そういったところからも少し値動きに期待していくのは難しいかもしれませんね。まあ、やっていくんならまあレンジの高値を意識したショートになってきますかね。ただあまり前のめりになるような環境ではないと思います。はい、ということで、今週のドル、まあ、上がったり下がったりとよく動いてるんですけども、こうやって引いてみてみると結局レンジの動きに過ぎないんですよね。流れはこう強い流れが出てますからね、ドル買いを見たいところですけども、となってくるとまあレンジが見えてくるんなら下から買うのが基本になるかと思います。ただ今の現在地ですね、これレンジの高値圏ですから、まあ、ドルは強い流れを見たいと、ただまあ高値圏だから少し難しいと。これは結局まあ決着がついてないからこそこう分からない状況が多いんですね。例えばブレイクしてくるとか、こういった決着になってくると、まあ、次の流れも見えてくるんですけども、そういった環境にないですからね。昨日すごくドル強かったですけども、今日も継続したドル買いが起こるとはちょっと限らない。まあ、このあたりは冷静な判断が必要だということになっておきそうです。まあ、今日は金曜日ですんで、週足の終わり値なんかもこう意識しながら、値動きを見ていくことになるかと思います。はい、ということで、まあ、こちらドルインデックスの4時間足週足を重ねています。これ週足を見ていくとまだ陰線なんですよね。下髭がこそをつけていますけども、まだ戻りきれてはいないような状況もあります。このあたりで上値が重くなってくるんなら、まあ、ちょっと嫌なところで、流れが止まったということになってはきそうなんですけども、どうでしょうかね。今日のドルの終値、これも注目だと思います。僕としてはこう強いドルの流れ、もう4週にわたって強いですからね、やっぱり見たいところなんですけども、まあ、ちょっと今の現在地は悪いかなと、若干のドル売り目線で見ていく方が面白いのかなと思ったりはしますけども、どうでしょうか。ただこれブレイクしてくれば話変わってきますんでね、そのあたりはこう随時対処はしていくことになるかと思いますね。今回は以上になります。少し体調が悪くて、聞き取りにくい部分もあるかと思いますけども、ごめんなさい。ライブの方も今日はお休みをさせてもらおうかと思います。よろしくお願いいたします。それでは今日も頑張っていきましょう。